ギター始めて1ヶ月の Y におすすめの曲。ギター始めたばかりだけど、コードを覚えるだけではつまらない。でも初心者さんが弾けそうな曲となると、選択肢が限られてしまいます。ギター始めて1ヶ月のスレヌシさんは、 F は抑えられるようになったようですが、ギター始めて1ヶ月だけどおすすめの曲ある？簡単なのでお願い。マンビーナ、バードメン、モンゴル800、ステアウェイトヘブン。今んとこモンパチしかわかる曲ないしょぼん。バンビーナはわかるやろ。弾きたい曲ないのか？ギターと孤独と青い惑星練習してる。あとシロップ16グラムの曲弾いたり。俺も最近ギター練習してっけどなかなか上手くならんね。わかる。でも適当にコードつなげてるだけで楽しい。俺は F ができなくて挫折した。3日くらいかじりついたら申し訳程度に音出たよ。そもそも何かの曲が弾きたくて始めたんじゃないの？よっぽど難しい曲とかじゃなければ、まずそれを徹底的に練習するのがモチベージにもつながると思うんだけど。シロップの曲弾きたくて始めたけどなんか物足りなくて。自分で満足するだけなら好きな曲だけ練習して弾けるようになれればいいんだけど、家に人呼んだりした時になんか弾いてよって言われると困るんだよな。万人に受けるレパートリーも欲しい。わかる。シロップ知ってる人あんまいないし、俺も話題の曲がどんなのかも知らない。なるほど。そういうことならとりあえずホーロックとヨーロックの定番曲でかっこいいなと思う曲をまず 1,2 曲覚えてみるのもいいかもね。中学時代に使ったギターのコード表がついてる音楽の教科書とか、歌集で好きだった曲、主旋律を鼻歌で歌いながらコードの練習。ブルーハーツの初期を適当に。ブルーハーツ全般、オープンコード多様で簡単だけどいい感じ。ギターに限らずだけど、鍵盤楽器にせよ管楽器にせよ打楽器にせよ、基本フレーズの反復練習は毎日欠かせないものだお。初心者でもプロでもその大切さは変わらないお。とりあえずは好きな曲を一曲完コピするために必要な基本練習を積むことだお。いきなりバンドスコア買って青ざめた俺が通りますよ。意外とやってることは単純だよ。譜面にすると難しく感じる、視覚的に。スモークオンザウォーター。これ？そんな自熟成曲やれるか。やっぱり上手くなくても曲が弾けるようになれば楽しいですから、続けていくためのモチベーションにもなります。弾きたい曲の中で弾けそうな曲を探すのは難易度高そうですが、スレヌシさんもそんな曲を見つけて頑張ってほしいです。このチャンネルでは音楽系スレの動画を投稿しています。ぜひチャンネル登録お願いします。